バルキリー。それがお前の。ああ、来た、ドレイン・ファブニル。何してんだ。何ってバトル。ダンチャーは使わない。は？は？俺は手で回す。え、マジ？手で？こうでもしないとすぐにバトルが終わっちゃうだろ。なんだと？さあやろう。レディーセット。3、2、1、GO! 左回転。そう、君は右回転だね。ベイがフラフラだぜ。そうだね。やっぱ手でシュートなんて無理だろ。違うよ組長。ドレイン・ファブニルはここからがすごいの。どこがだよ、あんなフラフラで。いけバルキリー。そんなヘロヘロメイ一気に弾き飛ばせ。始まったぞ。ってんだ、早くなってんじゃねえか。ドレイン・ファブニルは右回転のレイから攻撃を受けるとラバーの部分で相手の回転力を吸収して自分の力に変えちゃうんだ。左回転だからできる技だよ。だから攻撃を受ければ受けるほど自分の回転力がアップしていくってわけ。スタミナタイプだし、ファブニルを攻略するのはめっちゃ難しいよ。キキリンの回転力は落ちてんのに、ファブニルはどんどん回転力が上がってる。立場が逆転だね。スピンフィニッシュでドレイン・ファブニルの勝利。アキレスがおめえとバトルしてって言ってる。フリー、俺とバトルしろ。いいよ、ガイスト・ファブニルもやりたいって。よーし、ぶっちぎってやるぜ。できるかな。じゃあ始めようか。おい、何してんだよ。ランチャーにセットしろよ。これでいい。まさか手で回すんじゃねえよな。回すよ。ふざけてんじゃねえ。ふざけてない。ほら、左回転か。さあおいで。なめてんじゃねえ。いいね、ガイストスピン。バーストしなかったか。
シュート、さっきと同じだ。ハイペリオン、行くな、ヒューガ。ファブニルはハイペリオンのスタミナを奪うつもりだ。俺に任せろ。ペリオン、何、ハイペリオンを使ってヘリオスの力も奪ってる。ヒューガ、行くぞ。おい、これは、行け。確かに面白いね、この二人。弱点は見つかったか？見つからなかったよ。ガッハッハッハ、当たり前だ、弱点などないのだ。でも、ま、どっちにしろ勝つのは俺さ。こいつムカつくのだ。レディーセッション、3、2、1、ゴー。やっぱり低速シュートか。吸収狙いだ。ベンチャーシュート、なんとベリアル大胆にも先制攻撃。だがこのままだとタブニルにパワーを吸収されてしまうぞ。そうはいかないのだ。あんなにガンガンいって大丈夫なのか。ハイモードならレイヤーの位置がファブニルより高いからパワーを吸収されにくいんだ。そうか、どんどん攻めりゃいいんだな。ベリアル行け、ファブニルなんか潰しちまえ。アウアウ、ベリアル猛攻だ。一気にファブニルを攻めまくるぞ。ベリアル行こうか。いけるぜ、頑張れベリアル。ガッハ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 、どうだ、ベリアルの勝ちなのだ。これで決めるのかベリアル。ファブニルも必死に耐えているぞ。ファブニル、キックカウンター。ファブニルバーストフィニッシュ、ポイント2対0でフリーデラホーヤの勝利。アンブレイバボー、ファブニル大逆転。やっぱ強いぞフリーデラホーヤ。さすがフリー、俺もバトルしたくなった。